マジか。マジか。どうかな。170も乗ってた。終わんねって。さあ皆さん、180ゲームですよ。でもあると思うんですよ、私これ。全然あると思います。どこが確定です。てか、あるんだ。全国だったら、まあ、ギリギリ大丈夫じゃないかと思います。Come on.
勝手に揃うっていうねなんだよもう本当弁当箱ストレスだわもWe'll be right back.
まだ64ゲームでしたっけ。6なんで、もう6なんで。問題は、まあ、天国だからボーナスも当たるだろうし、どっちかってことですよね。まだら、
が降ってるっぽいです。お疲れ様でした。いやめっちゃ楽しかった。いや、まあ、今日の、ね、結果から申しますと、目指したメダルが、5828枚の、投資が350枚でしたので、およそ5500枚プラスと。おめでとうございます。本当はね、もうあの6000枚ぐらい、ね、出したかったんですけど、まあでも5000枚超えて、まあ、なんといっても番長あれ6だったんで、もうびっくらこきました。まさかね、6確定の演出が出せるなんて思ってなかったんで、まあ、でも今日全体的に番長やっぱり出てて、で朝一はね、まあ、前見た時よりはそんなにパーッと埋まった感じはなかったんですけど、もう気づいたらもう満席で、かなりみんな皆さんドル箱積んでる状態だったので、今日良かったんじゃないかなと。まだ他にも6あったんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、かなり賑わってたんじゃないかなと思います。ということですね、今回も、見事勝利と。何連勝目ですか。何連勝目だろう、もう何回目だ、ちょっとあれなんですけど、なんかすごいデータ X 勝てるんですごい楽しいです。なのでまたぜひ、はい、まあね、今度はまた新しい機械とかも、まあ、新しい機種も打ちたいなと思ってますので、ぜひまた連勝記録を伸ばしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。皆さん応援ありがとうございました。